スオスミンタです。皆さんはこの武器知ってますか？まあはい、そうです。ボトルガイザーです。ボトルガイザーはすごく特殊な武器で、最初の1発目の射程が長いんですよ。手元見てもらってもわかりますね。ちなみに1発撃った後はこんな感じで弾が弱々しくなります。この武器は言ってしまえば連打必須武器です。パブロとかと同じ、ちょっと違うかな。まあそんなことはどうでもよくて、連打って難しいじゃないですか。僕もめっちゃ苦手です。今日は僕と同じような人を救うためにあるものを用意しました。でんまー、これを使ってプロコンの ZR ボタンを押せば理論値が出るんじゃないかということです。いやマジですよ、わざわざ Amazon で買ったんですから。やり方は簡単です。プロコンの ZR ボタンにこれを当てるだけ。ほら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 、なんかいける気がしてきたでしょ。ただしずっと電話持ったままだと操作できないので、足に挟んで使っていきます。こんな感じですね。こっちの方が安定するのでおすすめですよ。やる気満々です。ってことでいざやっていきましょうか。ということで第1戦目、電話×ボトルガイザーがどれほど強いか見せてやりますよ。やばいやばいやばい、このままじゃ何もできずに終わっちゃう。本気出すしかねえ。ガチモード、これからが本番よ。こんなはずじゃなかった。マッチング中にも自主練を欠かしません。 A ボタンも電話で押すことでできるだけ早くなれようと努めています。ということで運命の第2戦目、プロコンの ZR ボタンが壊れそうなので最後の挑戦となります。電話ガイザーがどれだけ強いかを証明してみせる。絶対にやってやる。積極的に前線に攻めてきる機会を増やします。プロコンも電話も出力マックスです。親方、空の上からダイナモが。なんとか味方北斎のおかげで無事でした。これなんか真面目にやってるのに煽ってるように見られたら申し訳ないですね。デコイチらしい。ちなみになんですけど、自陣塗りはガチで強いです。スプラ甲子園九州予選まだでしたよね。出場する方ぜひ。うわー、やばい、もう残り20秒しかない。おっと、ここに来てチャンス到来。うおー、待って待って待って、力入りすぎて何も映ってない。一応モザイクの方がいいかな。これ何はともあれ初めてのキルですよ。流れに乗ってウルショも発動しましょう。惜しい、もうちょっとだったのに。もうしょうがないです、前に全力で攻めてみますか。まさかの2連続キル。さすがにこれは僕もびっくりです。めっちゃ喜んでますね。22歳が何やってんだか。よっしゃー、ということで今回の動画はここまで。皆さん、電話はいいぞ。